てまいりましたのは市立柏高等学校吹奏楽部マーチングバンドの皆さんです。そしてその後ろを歩きますのは海上自衛隊志望者航空機の皆さんが入っております。昨年に引き続きまして田中地域の皆さんの熱意が広がり、三井不動産様はじめ企業各社のご協力によりふるさと田中みこし祭りは第13回の開催となりました。ここからですね夜8時まで様々なイベントが行われますので皆様どうぞ最後までお楽しみください。本日司会進行を務めさせていただきます岡田明と申します。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当にありがとうございます。この田中みこし祭りもですね第13回という回を重ねることができました。これも皆様のご協力のおかげだと思っております。この中でも特に人気があるのはこの柏の葉ですよ。この柏の葉を中心としてですねよそから来た人、地元の人、心の交流を深め、人間的交流を深めてですね素晴らしい街づくりになっていただきたいなと思っております。私も一生懸命この地域のため柏のため、大げさなことを言えば国のために一生懸命尽力させております。今日はとにかく皆さん楽しんでください。ありがとうございます。柏市長太田和美様お願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介いただきました柏市長の太田和美でございます。改めまして本日ふるさと田中みこし祭りのご開催誠におめでとうございます。ご尽力をいただきました大会会長をはじめ、そして実行委員会の皆さん、多くの関係者の皆様のご尽力に改めて敬意を表したいと思います。さて柏市は 本年ですね、柏市が誕生して70周年という節目を迎える年でございます。70年前に旧小金町、そして柏町、田中村、そして土村、これらが合併して統括市というのができたんですけれども、そこから小金町が抜けて富瀬村が分村合併して新しく改編して柏市というのが誕生したんですね。その当時はわずか4万人の町でした。今は43万人の人口を有する町となりまして、なんと今中核市で人口増加率ナンバーワンの町なんですね。今は公民学連携で本当に多くの皆様のご尽力により、この柏の葉の地域も、旧田中村ですね、ほんと素晴らしい町になったなというふうに思っております。昨年の6月にはグローバル企業でもあります SMC さんがこの柏の葉に来るということが決まりましたし、これからですねまだまだこの柏の葉伸びていくというふうに思っております。計画人口もまだ 50% でありますし、これからマンション計画もあります。行政といたしましては小学校や中学校の増築、今急いで建築をしているところでございます。どうか皆様におかれましては、これからも市政に対しますご理解ご協力をいただきますことをお願いを申し上げて、そして皆さんと共にこの素晴らしい柏の葉を作ってまいりたいというふうに思っております。その上でこういったお祭りというのは地域に対する愛着、郷土愛を深めるために、そして何といっても地域間の交流や世代間を超えた交流を成し遂げられる、そんなイベントであろうというふうに思っております。このお祭りを皆さんと一緒に大事に大事に育ててまいりたいというふうに思っております。本日は皆さん思う存分楽しんでいただければというふうに思っております。皆様にとりまして素晴らしい一日となりますことを記念申し上げて、簡単でございますがご挨拶に返させていただきたいと思います。本日は誠におめでとうございます。参議院議員井口邦子様お願いいたします。忘れ入ります。参議院議員井口邦子も心から第13回ふるさと田中みこし祭りお祝い申し上げます。この田中地区、この柏の葉のところ、ここはですね科学の最先端でもあるんです。ノーベル賞の受賞した方の研究所や、そしてこの東大の
最先端の実験のところもありますし、そしてそこでのお祭りが、まあ、科学祭りというのではなく神輿祭りというのが素晴らしい、さまざまな時代を未来につなげる、そして地域をみんなで守る、お祭りは全ての人を平等にする民主主義的な機能があります。もうこうお祭りとなったら社長も部長も事務員も係員も関係ない、みんな平等に参加する、そして時代をつなげ、世代をつなげ、そして世界ともつながっていく、さまざまな多様性のあるインクルーシブなお祭りでもあり、心から敬意を表します。樽酒はですね、日本酒ともに人気の銘柄久保田の蔵元で有名な旭山酒造の生の樽酒です。マイナス0度によく冷やしてあります。寺田三郎様、毎回ご準備ありがとうございます。それではですね、威勢よく参りたいと思います。皆様掛け声をよろしいでしょうか。えいえいえいのえいえいえいの3回目でいいですか。掛けを下して鏡をお開きください。えいえいえい、それでは3回いきますよ。せーの、えいえいえい。ありがとうございました。それでは皆様、本日はごゆっくりとふるさと田中神輿祭りをお楽しみください。旭山の樽酒は本部テント前で振る舞います。皆様、熱中症予防のため水分補給を十分にとっていただきますようお願い申し上げます。ご来賓の皆様も暑い中ステージにお越しくださいまして誠にありがとうございました。